スミストへ行く、スミストへ行く、スミス都へ行く、現代は1939年コロンビア映画制作によるアメリカ合衆国の映画である。原作はルイス・アール・フォスター、ルイス・アール・フォスターのミネソタから来た紳士。主人公スミスは田舎のボーイスカウトのリーダーだったが死亡した上院議員の代わりに正解に担ぎ出される。 スミスはそこで政治の腐敗と単身対決することになる。第12回アカデミー賞で作品賞を含む合計11部門にノミネートされ、原案賞を受賞。主演のジェームズ・スチュアートは第5回ニューヨーク映画批評家協会賞において、男優賞を受賞した。上院議員が議会で疑似妨害、フィリバスター、牛タン戦術を行う場面がある。ある州が選出した。 上院議員が休止した。その州では新聞社を経営するジムテイラーとその一派が州知事をはじめとした政治家とともに新規ダム建設に関する大規模な不正を行っていた。テイラーはある土地を再び三分で買い占めてからその土地に政府のダムを誘致し莫大な利益を得るつもりだった。ダムの誘致を成功させるためには 早急に新しい上院議員を選出しなければならない。しかし後継者選びは難航した。テイラーの手先の州知事は迷った挙句、ボーイスカウトの団長を務める青年ジェファーソン・スミスを推薦した。スミスは子供たちから絶大な人気があり、その親からの票が望めることと、理想は高いが政治に無知で頭も悪く、テイラーの苦靴にしやすいことがその理由であった。そして、 スミスは上院議員に選出され、合衆国の都ワシントンで政治家を始めることになった。出発の日、スミスはもう一人の州選出議員のペインと列車に乗り込んだ。偶然にもスミスの父親クレイトンとペインは志を同じくする親友だった。かつてクレイトンはジャーナリスト、ペインは弁護士として巨悪と戦っていたのである。 クレイトンは一人で巨大な組織を敵に回して、大しく戦ったが、様々な嫌がらせを受けた挙句、殺されてしまっていた。スミスはペインに問う。一人の人間が、組織と戦って勝つことはできないのでしょうかペインは答える。できない。ワシントンに到着したスミスだが、若く純朴で、世間知らずの田舎者が上院議員になったことを世間が放っておくはずは、なかった。 マスメディアはスミスについてあることないことを書き立て、世間の笑い者にしてしまった。スミスは激怒し、自分をけなした記者が集う酒場に文句を言いに行った。だが、合衆国の政治を嫌というほど見てきた記者たちは、スミスを脳なしのくぐつ呼ばわりし、反対に古典版に言いまかしてしまった。スミスは自分は脳なしだと自覚させられ、意気消沈して家路についた。 その夜、スミスはペインに会いに行き、少しは政治家らしいことをさせてほしいと困難する。例えば法案を提出するようなことをだ。ペインはすぐには首を縦に振らなかったが、スミスの熱意に押されたのか、秘書の助けを借りて、少年のためのキャンプ場を建設する法案を作ってはどうかという。子供が好きなスミスは二つ返事で頷いた。スミスは、 女性秘書のサンダースの後押しも受けて法案を猛スピードで書き上げていった。ある日の議会、スミスは突然立ち上がり、議場に響き渡る大声で議長、法案を提出します。他の議員たちはスミスをあざけり笑う。議員たちもスミスを脳なしの区別だと思っているのだ。極度に緊張しているスミスは時々声を裏返らせながらも自身の法案を 読み上げた。スミスの一言ごとに、議場は大きな笑いに包まれた。ところが、このキャンプ場は、ウィレット川のテディ渓谷に位置し、その瞬間、ペインは結晶を変え、議場を飛び出していった。傍聴席でこの議会を見物していたテイラーの手下も、その後を追う。スミスは知る良しもなかったが、スミスはテイラーが、ダムのために買い占めようとしていた土地に、 少年キャンプ場を作ろうとしていたのだ。もし、スミスの法案が可決されたら、テイラーの野望は叶なわない。初めての法案の提出を成功裏に終わらせた、スミスだったが、彼を取り巻く環境はすでに一変していた。父と同じ正義の味方として尊敬するペインは、党の昔に悪に屈服し、テイラーの不正に手を貸していた。そして、ペインとテイラーは、 スミスの法案を撤回させるために不気味にうごめき始めていた。とうとうスミスがダムの不正に気がつく時が来た。ペインがテイラーとグルであることにも。まずはテイラーが、続いてペインがスミスに対して脅迫に近い説得を行い、ダムの不正に目をつぶることと法案を撤回することを要求した。スミスはペインが悪に染まっていたことに衝撃を受けるが、 法案の撤回にだけは応じなかった。すると、翌日の議会で思いもよらぬ事態が起こった。ペインがスミスを告発したのだ。スミスは、キャンプ場予定地に私有地を持っていて、法案は彼自身に利益誘導をするためのものだという。もちろんテイラー一派のデっち上げだ。しかし議会は、実績のないスミスよりも、ペインを信じた。ペインの求めに応じて、 スミスの疑惑に関する公聴会が開かれることになった。公聴会では、テーラー一派が、スミスが不正を働いたとする証拠、証人を次から次へと提出し、スミスはなすすべもなく、追い詰められた。とどめに、ペイン自身が証人台に立ち、嘘800を並べ立てた。合衆国の政治に絶望したスミスは、せっかく与えられた反論の機会を放棄し、 無言で校長会を後にした。もはやスミスが不正を働いたと信じない者は誰もいなかった。スミスの支持者の子供たちさえも。その後、秘書のサンダースは、スミスをリンカーンの記念碑の近くで見つけた。スミスは声を殺して泣いていた。スミスはサンダースに、リンカーンのような政治家に憧れていた自分がいかに、愚かったかを語り、議員をクビになったら、故郷に帰るつもりだと。 明らかにした。ながサンダースは、器用なスミスを知ったし、テイラーやペイン、巨大な組織と戦えと言った。スミスの父がそうしたように、一人ぼっちで、でもどうすればいいスミスは尋ねる。方法があるわ。教えてあげるサンダースは答えた。翌日、議会では、スミスの上院からの追放が、満場一致で可決される見込みだった。しかしスミスは議会に現れた。 その表情は決意に満ちていた。議会にざわめきが広がった。首になるのは避けられないのに、今さら何をしようというのか。いよいよ、スミスの追放決議案が採決されようという時、スミスが突然立ち上がり、議長に発言を求めた。議長、傍聴人に紛れたサンダースも矢ジを飛ばした。彼に喋らせてちょうだい。他の傍聴人もサンダースに同調した。 そうだ。彼に喋らせろ。面白い見せ物を期待したのかもしれない。そして議長はスミスに発言権を与えた。早く、私を首にしたいようですね。あれだけの証拠があっては、無理もありません。しかしその前に申し上げたい。この前は阻止されたが、今度は言います。言い終わるまで去りません何かを感じ取ったのか。ペインが起立し、発言を求めた。議長がスミスに尋ねた。 発言権を譲りますか嫌です。と、スミスは激しく拒否する。私は昨夜、ある人から教えを受けましてね。議会では他人に発言を譲る必要はないと知りました。つまり好きなだけ話せるのです。いかなる上院議員も、他の議員の討論をその議員の同意なしには、中断させることができない。スミスは、上院の規定を利用して腐敗した議会を乗っ取り、 テイラーの不正を全国民に暴露しようと、目論だのだった。スミス上院議員、最後の演説が始まった。カッコ内は日本語吹き替え。番、東京 12CH 番東京 12CH、初回放送1972年3月26日12時 -14、00、日曜ロードショー。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。